はいえー、お待たせしました、それではあの、えー、今日のです、ねえー、ユニタイムズ講演会、安保法制と60年代安保の再来の、えー、後半、始めていきたいと思います。であの前半の方うで、ひ、えー、と、まあ、その一括りにアメリカといってもです、ねえー、正しいその見方ではないということを、まあ、お話しさせていた,だきたい,あのいただいたと思いますけれども。 まあそのおちょっとまあ後半続きということでですねで1945年終戦があってで今は2015年ですねはいでこれまでそのアメリカの支配下にあったと。 いうのはこれはもうあの事実としてえまあ致し方のないことだと思いますけれどもただ、もう一つの事実というのは先ほど言いましたそのえ共産主義というまあその石化戦略というものからは守られてきたんだということを知らないといけないということです。 でもし、えー、本当に当時アメリカの GHQ、えー、アメリカというものが日本に関係していなければその隣の国韓国もそうですけれどももうあの朝鮮半島というのは当然、えー、韓国というのは存在せず北朝鮮というものが存在し、えー、その流れで当然日本という国は、えー、なかったというのはこれはもう極めて、えー、専門的な。 超現実的な事実ということも認識しないといけないわけです。それから歴史を見る観点の中観点の中でこの共産主義というものともう一つ自由主義というものがありますけれども、まあこの共産主義自由主義というのはこれはある意味この 思想的な観点ででで見た時の呼び方でですね、経済的な側面から見たら共産主義というのはまあ確かに共産主義であり社会主義で自由主義というのはどちらかというと資本主義ということにもなるわけですけれどもただこの資本主義というのもじゃあの正しいものであるのかどうかっていうのは、まあ、もう皆さん既にお気,あのお気づきであると思いますが。 資本主義といいうものもの決しして正しいものではないといとうことは当然言えるわけですねでここで次にちょっとね皆さんが理解していただきたい理解しなければならないことは何かといえば、まあ、この共産主義であれ自由主義であれこれらを形作っているものは何かというと人間の思想なんだということです。 まあ別なあの表現で言えばその価値観というものがあるということなんですね。ですからあのこういった主義の背景には思想があり哲学がありあるいはそこに宗教観というものが隠されている表には出てないけれどもこういうものがあるということをあの。 明確に捉えないといけないんですねこういったものがあるんだということなんです、えー、そしてこれらの実はさらに、えー、もっと背後にその霊的なもの人間の思想や哲学や宗教の背後には霊的なものがあるという事実もおこれも正しく認識していなければいけないと いうことですそしてその共産主義というのはいわゆる唯物論唯物論とい,う物思想というものがあるわけです。それから自由主義というのは唯物論ではなくって唯心論というものが思想として背景にあるということです。 とということなんですでこの共産主義自由主義というのがありますけれども、まあ、その背景に思想とか哲学があるということはですねこれはあの我々自身が持っているその価値観生き方人それぞれが持っている生き方っていうその背景にも実はこの思想というものがあるということをこれをあの正しく認識していなければいけない忘れてはいけない。 あるいは気づかないといけないことなんですね、えー、生き方ですねこの背景には一つの思想というものがあるんだと ただその思想が理論的に体系づけられているかどうかっていうものは別として必ず何らかの思想っていうものを持っていてそしてこの唯物論思想あるいは唯心論思想というもののどちらかにあるいは両方に今の生きている人たちというのは影響を受けているという事実も知らなければいけないということなんです。 で唯物論というのは簡単に言ったら、えー、宇宙の根本本質というのは物質であるで唯心論というのはそうではなくて、えー、精神的なものあるいは神であるというような、えー、そういう考え方を持っているこれがまあ唯心論ということになるわけです。でその唯物論というのは、えー、ダーウィンをはじめとして多くの,、まあの学者たちが、まあ、進化論というものを唱えたりしているわけですけれども人間というのは猿から。 進化したものところがこの進化論というのは今、えー、もうあの間違っているっていうことが、えー、まあ明らかに言われているわけですけれどもじゃあ進化論に代わる何かあるのかということですが、えー、まあアメリカを中心としたこの自由主義におけるこの唯心論っていうのは創造論っていうものをずっとこう信じてきたわけですけれどもそれはまあ聖書を基本にしてね人間というのはまあ土から ボコっと生まれてきたんだということなんですけれどもそれも正しくないというふうにどん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 そのアメリカにおいてもそのキリスト教を離れっていうんでしょうかねそういう宗教を離れというような現象も起こっているわけです。いわゆる進化論に変わるものあるいは創造論に変わるものこれを提示できない。 これが今のの人類の現状だということなんですねでこの今なぜ「唯物論唯心論」というお話をしたかというと実はこの歴史っていうものが常にこの唯物論と唯心論というものが根底歴史の、ね、根底あるいは背後に流れてずっと争いながら今日まで 来ているということなんですこれがまあ正しい歴史の見方でもあるわけです。そしてこの唯物論と唯心論というこの思想あるいは哲学宗教というもののそのさらにもっと奥の,この背景背後には霊的な存在があるということもこれもしっかりと認識しないといけないということです。 で、共産主義というのは唯物論ですから、まあ、神を否定するこの世の本質というのは物質であるということを言っているわけですけれどもこれは詭弁でそのように言っているだけです。実際に、えー、彼らのその背後にはもうすでにあのご存知の方もおられると思いますけれども悪魔教といういわゆる神ではなく、えー、悪魔 あるいはルシファーそういったものを信奉するそういう思想というものがあるということです。だから彼らは、えー、宗教ではないという主張をしていますけれども、えー、それもいわゆる神ではない悪魔を崇拝する霊的な存在悪魔を崇拝する一つの紛れもない宗教だと ということなんですそしてそのいわゆる今言った、えー、ルシファー教というものがイギリスや、えー、あるいはそのヨーロッパまあもちろん、えー、当時のソビエトそして今の中国北朝鮮でさらには今韓国もアメリカもそしてこの日本も そのいわゆる皆さんは気づいていないだけで、えー、ルシファー教あるいはその背景にあるそういう霊的な世界その勢力に飲まれようとしているという事実がある、えー、このことを理解しないと、えー、これから。 どのように進んでいかなければいけないかということを正しく捉えることは決してできない。ちょうど何でしたかねえこの間まあアメリカによって1945年から2015年までアメリカによって支配されてきたということですけれども日本がですねえ日本が。 ところがまあ10年ほど前だから大体20 2005年ぐらいですかねまあ5年ぐらいをはじめとして、まあ、正確にはもう2000年2001年を迎えたあたりでアメリカとこの日本の関係っていうのが大きく逆転を始めていって、えー、そして今は確かにアメリカもそのようにして、えー、自由主義であったわけですがあのー いいいわゆるるルシファー教によってててどどどどん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 読されてきているというのが今の現状ですところが、えー、このルシファー教といえばそのじゃ、えー、神に代わるその頂点は何かといえばルシファーになってくるわけですけれども今、えー、そこに君臨するルシファーっていうのはもう存在しなくなっているまあいわゆる、えー、頂点を失ったあ残党たちが今 最後の悪あがきを続けているということなんですけれどもところが今もその組織霊的な組織というものがどん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 今崩されていってるわけです足元がどん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 崩れていっているそして頂点に近い存在たちが最後の悪あがきを続けているということなんですねで今 もうあの2015年を迎えた私たちのこの、まあ、この先の未来っていうのは、まあ、いわゆるもうこの太陽が太陽がダーっとあの日の出ですね日の出今その太陽の光をバーッと放ちながら、えー、今日の出を迎えようとしてるわけです。 今まではこの暗闇がこの世の中を世界この世の中を支配してきたわけですけれどももうそういう時代に入っているんですけれども今私たちの住んでいるこの現状というのはどのような状態にあるかというとこの目の前に火の光が差し込もうとしているそちらに人類が日本においては日本国民がそちらに目を向けないように まあ言うならば反対側に後ろに過去に目を向けるような戦略その戦略というのはこの具体的な戦略というよりもこの意識とか思想というものを通じて入ってきているんです。ですから皆さんが日々の生活の中でどういう意識を持っているかということが これからの個々人が行くべきその未来それはひいては日本の未来にもつながってくるわけですけれどもそれを左右するような重要な問題なんだということなんです。でその霊的な悪いその悪なる勢力というものは皆さんに 甘い誘惑をかけてききまますす甘いい誘惑を意識の中にどどどどんどんどんんんり込んでいきますこちらに来ればおいしいものを食べることができますよとかね、えー、あなたが欲しいものは何ですかとかねあなたこういうものが好きでしょうこの世界にどっぷりつかりなさいよ、ね、いいものがたくさんありますよというですね、えー、いわゆるこの今までの まあ、飲酒というようなここから抜け出さないような働きかけをどん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 していきますで皆さんが本来行かなければならないのはこの新しい世界に向かって新しい世界に向かって意識を飛ばしていかないといけないんだけれども これまで自分が住んでいた生活圏そこの中で自分が今までこの手に入れることができなかったものあるいはその中で持っていた生活圏の中で持っていた価値観あるいは自分の嗜好品趣味やあるいは仕事やそういったものの中で えー、今どん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 新しい方向に向かおうとしているにもかかわらず後ろを向くように前を向かないようにどん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 皆さんの意識の中に霊的に誘惑を送り込んできているわけです。そこにいるとねあのあ求めていたものだみたいな心地いいわけですね過去を振り返るとそれが手に入る。 君のの欲しいものは何そうかそうかよしじゃあそれを与えよう。ね君が好きなことは何あそうかじゃあそこにどっぷり使ってたらいいよ。というような感じで今の生活いわゆる、えー、過去の吟醜というものをずっとこう引きずってきた生活の中にどっぷり浸らせようとしてこの今こう太陽が昇ろうと 太陽が昇ろうとしているそこに目を向けないように過去に過去に後ろに後ろに意識を引っ張るようにしているわけです。ですから今のこの安保法制ということに関しても歴史がどこに向かおうとしているのかっていうことそこに目を向けさせないようにまあ知識人だったらあの知識欲を満たしてくれるようなものをどんどん与えていったり。 まあ、あの情的なあの人だったらですね、えー、情にほだされるようなそういうようなところを突かれてきたりとかですね、えー、するわけです。ですから今、あのー、本当に、えー、知らなければいけないことというのは人間の行動生活そういったものの背景には、えー、その思想というものがありそしてその思想にはさらに霊的な ものが関与していいいいるとととうことを知らないといけないじゃあこの関与からいかに、えー、より次元の高いものに、えー、向かうことができるかといえば当然もうそこには地位上位という観点から見たら本当にその真理というものに目を向けていかないといけないわけですね。で上っていう観点から言っても本当の真実の 愛っていうもののは一体何なのか本当の愛っていうのは何なのか、えー、大学生中学生小学生っていう中でお話ししましたけれども、えー、知性と理性とそれから本能というものがバランスよく保たれた観点で成長していかなければいけないということです。 そうすることによってそこに正しい新しい次元の高い霊的な働きかけというものがどん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 やってきます。それを知らななないいいいととと霊的な成長ううのもないということで,すねで今から2,000年前というローマの話もしました。 もっとあの遡っていけばエジプトピラミッドの話とかもいろいろあります。で当時からしたら今の人間というのは知性という面においては高度な発達を遂げています。知性ところがあ今の人間に欠けているものは何かと知性でも理性でもない冷静なんですね。 えーっとですね、ここにちょっとこう <laughs> ここに書きましょうか、えー、この「冷静」という部分が非常に欠けているそして人間の本質っていうのは えー、一体どこにあるかといえば、まあ、地位上位というそういうものも当然人間の本質でありますけれども人間の本質はこの「冷静」なんですね「冷静」ちょっとこう見えにくい感じになってますね。はい、えー、人間の本質というのはこの「冷静」「霊的な部分」「スピリチュアルな部分」ですねこれがいかにその高い 次元と自分がつながっているかつながることができるかということなんですよ で今えー、うんまあそうですねどこまでお話ししていいか分かりませんけれども今世界にはその思想宗教っていう意味で言って、まあ、仏教や神道やあるいは新宗教と言われているものとかいろいろありますけれども今それらのトップの人たちが一堂に会していろんなことを行おうとしておりますけれどももう彼らの霊性っていうのは、えー、そのトップの人たちですけれどもね。 仏教徒であってもそのキリスト教徒であってもあるいはユダヤ教徒であってもですね、えー、まあ彼らの、えー、拠りどころとしているその宗教っていうのは確かにその過去のそういったものではあるけれども、えー、しかし何が違うかといえば彼らの霊性がすごくこう高いところに今来ています。彼ららとというののののはその、えー、トップの人たちのこでですですから えー、例えばその仏教徒であるっていうのはいつまでもその霊的に低いとかあるいはキリスト教徒っていうのはいつまでもこうだとかそういうことでは、えー、そういうもので決めるものではなくって、えー、そこに属するその人間のその霊性ですねだからこの霊性っていうものが変わってくると物事の見方とか感動の仕方とかもちろん判断の仕方っていうのが変わってくる。これはもう当たり前の話 これちょっとどうかな例にとって、えー、ちょっとこう上げていった方が、あのー、いいんでしょうかね。うん、例えば、あのー、皆さんが何か、えーうん、興味のあるものがある。 まあこれはあの趣味でもいいんですけれどもね趣味でもいいんですけれどもえ先ほど言ったこの地上位と地上位という観点でえこの感覚的な部分とそこに理性があってそして知性があってとお。 いう中でですねこういった感覚とか理性とか知性とかこういったものを発動して皆さんいろんなものを判断してあこれがいいあれがいいというような感じでいろいろ選んでいくわけですけれどもあの例えばそうですねこれ音楽一つにしてもそうですけれどねまあ音楽だけではなくて、まあ、絵画でもいいですけれど、まあるいはファッションでもいいですかね、まあえー、まあ映画を見る。 それでもいいです、えー、皆さんがですねそれぞれこう、まあ、映画を見るとか音楽を鑑賞するとか絵画を見る、えー、ファッションそういったものを転、ねえー、んでいくっていう中に、えー、同じものを見てもあるいは同じものを楽しんでいてもこの感覚理性知性というものをそして最後にそのこの冷静というものが違,違えばですね それに対するその喜びとか感じ方が当然違うっていうのはわかりますよね。あの。まあ、幼児。幼児っていうのは知性とか理性というのはまだ。高い段階ではありません。だから感性で感覚で。感じ取るわけですけれども。ところが、じゃ、その幼児が持っている感覚とか感性っていうのが。どれだけ鋭いのか。どれだけ、高いものであるのか。 これはもう高いものだというふうに認識している人がいれば、それはあの大きな間違いです。確かに清いかもしれませんけれども、そんな次元の高いものではないわけです。で、えー、そういう幼児と中学生が、大学生が何かある一つの映画を見たとなったら、そこに感動する、感動を覚える世界は全然、えー、知識が豊富になればなるほど、 理性とかそういったものが高まれば高まるほどそこから来る感動っていうのは違う。だから隣の人泣いているんだけどなんで泣いているかわかんない。何が面白かったんだろうっていうようなことが起こったりするわけですけれどもね。だから、えー、ただ単にですね、えー、何かその何かに興じるっていうことだけで。 何に興じているかっていうことだけでその人のそういった人格の水準っていうものを推し量るというよりはですねそこにどれだけの真理真実というものを蓄えることができたかっていうことが重要になってきますしそしてその愛という世界においてもどれだけ深めることができたかっていうことによっても変わってくるしその知性と理性 というものを発動して、そこに生まれる意識っていうものが高くなればなっていくほど、人間関係の中で生きている中で、この霊性というものがさらに高まっていくんです。なぜ高まっていくかというと、そういうこの理性や知性っていうのが高まりと同時に意識が高まれば、そこに、えー、まあ、簡単に言ったら降りてくる、働いてくる霊的な要素っていうものが変わってくるから。 とということになるわけですですからた、えー、本当に知的にも、えー、情的にもあまり成長しない中でのほほんといくらその人生を生きたとしても本当の意味で高まることはできない。自分だけではなくて当然周りの人間を幸せにすることすら当然できないということになるわけです。で個人が高まれば 最終的にそれは日本のあるいは世界の平和あるいはそういったこの、えー、未来希望っていうところにもこうつながっていくということなんですね。わ、えー、かりますでしょうかこの重要性ですね。もうほとんどもういよいよ最後にしていきたいとあの思いますけれどもね。この 生き方と生き方という中でまずあのそれから、えー、個人ではなくて例えば結婚した場合っていうのは個人としての生き方というよりもそこにやはり当然責任っていうものが えー、伴っていきますから、まあ、個人の段階で例えばあの家族の一員ですから家族とか本当はまあ個人といっても社会っていうものに対する当然責任というものがありますからその責任というのを無視した、えー、自由っていうのはないわけです。ね、そんなの私の自由だそんなの私の人生だっていうことで。 えー、個人といえども自分が共にいる家族や社会、えー、その世界っていうものを無視しての自由なんてのはないこれはまあ理解できなければいけないし理解していただけると思うわけですね。えー、でその個人が今度はあの家族ということもそうですけど例えばあの結婚した場合ですね結婚した場合今度は、えー、自分の家族兄弟とかあの 親とかそういうことではなくて結婚した場合っていうのは自分のその伴侶というものがいるわけですね。こののの伴侶といいううももに対すすするる当然今度責任というものが発生するわけです自分は結婚して伴侶はいるんだけれどもアメリカみたいにですねこのプライバシーの侵害だとかね個人主義だっていう中で それぞれを認めることは全然ねあの悪いことじゃないんですけれどもその彼らはあまりにも自由を優先すすぎるんですね自由を優先というのはこののの責任というものを度外視しての自由生きすすぎるんですだから結婚した場合っていうのは伴侶があって共に生きているわけですからその中における責任っていうものを意識した中での自由っていうのは OK なんですけれども。 さらにここに、えー、子どもが生まれてきたとなるとまずやはり基本的には子どもが成人して、えー、大人になるまでまあ立派な大人にっていうところまで本当は考えてほしいんですけれどもなるまで今度は子どもっていう教育っていうことに対する責任っていうのが生まれてきてそしてその責任っていうのを果たしていかないといけない。 ところが結婚しても自分勝手な好きなことっていうんでしょうかね、えー、もう本当に結婚して子供ができたら育児あるいは大きくなって教育っていうことにこの命がけで取り組んでいかないといけないぐらいに子供を育てるということととは簡単ななここじゃないんですところが今の世の中の風潮というのはもう本当にただご飯を与えてそれなりに接して親として。 何かを教えててこれでいいと思っているまあそれぐらいに、えー、人間というものが何かが分かっていないし人間の基準というものが分かっていないしこの冷静というものが分かっていないのでまさしくその,猿が子供を育てるのと変わらない人間が子供を育てているのとのではなくって動物が子供を育てているのと変わらない。 動物でも子供が汚れたら舐めてあげたりとかしますよね何か危険にさらされたら守ってあげたりとかもしますもちろん餌も持って行きますところが人間がそれで同じであってはいけないんですよですから、えー、私は本当に、ね、ここは言いたいのはねやはり、えー、個人の場合っていうのと、えー、結婚した場合というのは責任が変わるんだということです 結婚しても本当に、えー、結婚する前から持っていた何か趣味であるとかそういった生活っていうのを本当に貴重な家庭の中に気づかないあのー、投入しないといけない時間を削ってそのままその延長でいく人もいるしでそれを認めてあげることがその相手の人の立派なところだと思ってる人もいるわけです。でそれれははまだ子供がいないいな段階では許されるお互いの 許しの中でで行くわけですからところが子供っていうのはお父さんいいよお母さんいいよっていう次元ではなくってそうやっていいよこれやっていいよっていう次元ではなくって、えー、その子供っていうのは親が与えていかないといけないものですから子供から許可を得てとかっていう段階ではないんです。ですから。 子供が本当に大きくなるまでの責任っていうのは、えー、違うんだということを認識してこれから結婚する人は結婚していかないといけないそんな曖昧な思いで結婚していつまでも自由だ自由だと言って、えー、自分のやりたいことをやっていてはいけない自分のなすべきことこれを かけることたいい、ねはい、えそして、えー、その後とにですねあのー、まあ社会人としてのねやはりその役割ということで、えー、自分が持っている能力や才能っていうものをそれをまああの生かしていくっていうことは当然あのいいわけです。 だから、えー、個人の時に持っていた、あのー、趣味とかそういったものっていうのを延長してずっとそれを伸ばしていくということは当然、えー、悪いことではないでそれを社会に貢献していくということも当然悪いことでもないわけです。しかし子どもが、えー、成人するまでというのは本当に子どもが大きくなるまで命がけで向き合っていかないといけないっていうのが本来のあり方なんだということですね。 でそういうふうになっていくためにもですね、えー、ここちょっと今あの消しましたけどこの冷静というものをこの冷静というものを本当に高めていかないといけないんですよ。ここが猿、えー、と人間の大きな違いなわけですね。 ですから、これを高めていくためにはそれだけの意識っていうのを高めていくっていう作業をしていかないといけませんしそしてその意識を高めていった中で霊的なものとのこう関わり合いの中でより真実なるものより愛なるもの美しいもの善なるものっていうのを追求していきながらその地位上位っていう観点をバランスよく成長させていかなければいけないということですね。 そして自分自身っていうものを、まあ、自己実現という言葉があったりしますけれどもねそれを果たしていってそしてそうすることによって人類の未来人類の希望ということにもつながっていくんだと ということですね、まあ、そのことを本当にあのしっかりとまあ認識していっていただきたいなと思います。えー、それでは最後ですけれどもまあこの安保法制と60年代安保の再来ということで、まあ、あの今の時代が本当にどういう時代かということをまあしっかりしてしっかり理解していただくということと、えー、それからですねあの物事を判断していくその基準っていうものに関して ただ単なる感性で判断するというのが正しいのかあるいはそこに理性をプラスしてそのレベルで判断して本当に正しい判断ができるのかそして知性というものですねでその得ているその知知識というものがどこまで正しいものであるのか。 ということの観点でも見ていかないといけませんし物事の判断という中にこの歴史的な観点というものを捉えていっていただきたいそしてこの歴史的な観点で見たときに今2015年というのがどういう時代であるのかあるいはこの60年安保の時代というのがあのどういう時代だったのかそしてその時代の背景には霊的な働きかけというものが間違いなくあって。 そこにはイデオロギーというあるいは理論思想理念というものがあの必ず関与しているんだということを知ってじゃあどうすべきかどう判断していくべきなのかこの安保という問題に対してどう捉えていくのかそういうことを考えていただきたいというふうに思います。えー、それでではあの一旦ですね 今日のこのユニタイムズ講演会の安保法制と60年代安保の再来ということで後半も終わらせていただきたいと思いますそれではこの後あとは5分ほどちょっと休憩しましてから最後はあのチャットで質疑応答の時間というのを持っていきたいと思いますはいそれでは後半一旦終わらせていただきますどうもありがとうございました